はい、皆さん、こんにちは。今日から朝鮮、韓国の歴史というテーマで、映像をお送りしていきたいと思います。私たち日本人からすると、とても近い、地理的には近いんですけども、この韓国や朝鮮の歴史について深く学んだということがないというのが実情ではないかと思います。そこで、今日からですね、数回にわたって、この韓国の歴史、そして、朝鮮というその歴史について学んでいきたいと思います。まず、この朝鮮という漢字ですけども、朝、そして鮮やかという漢字であります。ですから、朝の鮮やかな国、朝に太陽の昇る東の国という意味で、付けられたというふうに考えられます。で、このまず一番最初に出てくるですね、歴史に登場してくるのがこの古朝鮮、古い朝鮮というふうに書きますけども、そういった朝鮮ですけども、この3つがあります。1つが単軍朝鮮、そして貴者朝鮮、そして魏志朝鮮というですね、この3つですけども、実際に歴史上に登場した国としては、この魏志朝鮮であると言われています。ですから、残りの2つというのは、物語として、あるいは神話としてですね、登場してくるというふうに言ってます。で、まずこの単軍朝鮮という物語ですけども、天界にいたこの梵音というですね、神が、人間たちが幸せに暮らすことができるようにということで、息子のファンウンを下界に下ろします。その時にですね、雨の神、風の神、雲の神の3つの神がですね、3000の友を率いて山に降り立ちます。で、この山に送るんですけども、この山がテベク山と山になっています。で、この山の神壇樹、神の壇の木というですね、その木の上に降り立つんですけども、そこからですね、人々が幸せになるように、いろんな知恵を教えたりするわけです。はい、そこで地上に降りたこのファンヌンがですね、人間世界を治めて、そして、たくさんの知恵を与えてはいくんですけども、動物たちもこのファンヌンを慕ってきました。で、そのうちの虎と熊が人間になりたいということを願うようになりました。そこでファンヌンはヨモギとニンニクを与えるので、これを食べながら100日の間、太陽を見ないで過ごしていけば、あなたたちは人間になることができるというふうに教えたわけです。で、その虎と熊がことにして、その教えを守っていくわけなんですけども、途中で虎は我慢をすることができずに逃げ出し、熊は最終的にそれに耐えて美しい人間になることができたという話になります。で、最終的にこのファンヌンと、に人間になった、もともと熊ですけども、それが結婚して、この子供を産むことになります。で、この子供が、単軍ワンコンという、初代の、王様というふうになって、そして国を建てていくという内容になります。で、この国を、朝鮮というふうに、名付けたというような内容になります。実際この内容というのはですね、実話ではなく、熊とかですね、それからいろいろなこの神聖な木にですね、神が降りてくるといった内容を信じている、伝承を信じていた、そういった民族が、そういったものをまとめていったということになりますし、そして、三国遺事という、イリジョンというですね、お坊さんがですね、このモンゴルや契丹の
その侵略に苦しんでいた当時にですね、民衆たちがそれをもとに何とか勇気と誇りを持って、耐えていくようにということで、作った内容でもあります。まあとにかく、まずはこの神話の中にですね、こういった内容があるということをまず理解して、そして次の内容に進んでいきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。